ボーベス。はい、よろしくお願いします。世界で勝つためのブロックチェーンによる新たなビジネスモデルということで、大体ブロックチェーンのカンファレンスに行きますとですね、モデレーターがやたら技術に詳しい人で全て技術の話になったりしておりますので、技術に詳しくない私がひたすら、お金儲けの方に引っ張っていきたいというふうに思っています。よろしくお願いいたします。ではですね、パネリストの皆さん、先生の除いて、全てですね、すでにビジネスを開始していらっしゃる方ということで、簡単に2分ぐらいで自己紹介、特に何の技術でブロックチェーンやってらっしゃるのかということをお願いいたします。阿部さんの方からお願いします。デジタルグリッドというちょっと硬いですね、電力系の取引所みたいなものを作ろうとしている阿部力也と申します。この構想はもう10年以上前から温めてきたんですが、タイミングが電力自由化って2016年にありまして、発電機って1400ぐらいがあったのが今数百万、300万とか400万っていう発電機群がいっぱい出てきた状態になってます。それで需要家との間で電力取引をするっていうことが自由にできるようになったんですが、それの手間暇ってのはすごく大変なので、そこにブロックチェーンを使おうということを考えました。で、見た目が分かった方がいいということで、こういうデバイスを開発しています。この中にブロックチェーンのいわゆる秘密鍵というものがインストールされていて、あらゆるそのトランザクションがですね、その現場の太陽光発電機とか、バイオ発電機から私はこれだけ発電しますっていうのが出ていきます。一方需要家側も、私はこれだけ買いたいっていうのを1年分ぐらい予約注文をするというような取引を行います。数が多いのでですね、今までのやり方ではとても間に合わないと、コストを下げるためにブロックチェーンを使ったというのが、基本的な考え方なんですが、その際にですね、発電源が特定できちゃうんですね。つまり太陽光か原子力か全部分かっちゃうと。これでですね、そのトラッキングを行うということもできるようになって、これもブロックチェーンのいいところなんですが、それで環境価値というのが売買できるようになったと、そういう意味で、ブロックチェーンを使う非常に大きな利点が出てきていると、こんな事業をやろうとしています。はい、複雑な生態系があるっていうところが、なんかどちらかというとポイントですかね。そうですね、今までは電力会社というところがですね、配ればよかったっていう感じですね。ところが皆さんでも太陽光つけてられる方がいると思うんですが、その人たちは今までフィットっていうような買い上げをしていただいてたんですが、それ切れちゃうので、そうすると私の電気誰か買ってっていう世界が一斉に今年90万件とかですね、もう数年で数百万件の人たちが私の電気買ってくれと、で電力会社召し上げますって言ってるんですが、それ安いんですね、ひどいところはタダでとかっていう感じになってるんですが、皆さんのところにもう価値が生まれ出すと。特に自治体とかはですね、いっぱいクリーンセンターとか言って発電機ゴミ発みたいなのを持ってるんですが、はい、ただで召し上げられるなんてことになっちゃもったいないので、たくさんの人たちが市場に参加するという、もう100万単位、数百万単位の人たち、低圧自由化されたのは8600万件あるので、なるほど、そういう人たちが売買をするメカニズムってもう今までのやり方じゃ無理なんですね。そういうことで、新しい市場ですよね。わかりました、ありがとうございます。はい、ブロックチェーン系では今ファンドの方をグミクリプトスっていう、その30億くらいのファンドをサンフランシスコベースでやってまして、これが合計12社くらい今投資してる感じと、あとはそのフィナンシェっていう、そのブロックチェーンベース の, そのソーシャルネットワークを立ち上げて、出資ありがとうございますっていうのと、あとは関連会社のところにダブルジャンプっていうのがあって、そこがマイクリプトヒーローってゲームの方を作ってまして、で多分このゲームが今グローバルでも DAU が6000人くらいで、インストールベースが4万人くらいで、売り上げがだいたい4ヶ月間くらいで1万3000イーサくらい
なんでまあ今の価格だったら4億くらい。4億ぐらい。一番いい時だと20億くらい。はい。って感じで、なんでまあフィナンシェの方もかなり好調で数千人が使ってて、うん、でそのそのゲームの方もあのデイリーベースで6000人くらいが使ってて、でまあ実際のお金もまあフィアット換算でも4億くらいって感じが数ヶ月でって感じなんで、うん、なんでまあそういった意味ではまあブロックチェーンの方もそれなりの規模になりつつあるのかなと、うん、って感じで思っています。であとね、僕はもうあの VR の方がようやく立ち上がったんでね、はい、あのここ関係ないんですけどオキラスクエストバカ売れっすよ。なんでね、いよいよ今年令和元年 VR 元年で加えてねブロックチェーン元年って感じの、VR の、 あのセッションじゃないですからそうですよね、そうですよね、はい、はい、って感じでやっております。よろしくお願いします。はいはい、でもあのゲームはもうあの想像しやすいというか、まあ、トークンが、まあ、基本的にはもともとユーティリティートークンということで、まあ、有用性のある、トークンを発行する。でゲームだと、まあ、アイテムに変えられるとか、だからゲーム参加者が、まあ、ある意味では時々株主になったりすることもあるし、株主はやっぱりユーティリティートークンがこうたくさん使われるということで結構参加をするっていう、ね、ゲームのところ、そういうざくっとそのゲームでそのブロックチェーンの使い道の今見つかってる大きいところっていうのが2つあって、1つはそのデジタルデータがコピーできない、よくね改ざんできないって言うんですけど、あれってコピーできないってことなんですね。でデジタルデータ自体がコピーできなくなったからユニークになる、だからアセットバリューを持ったっていうのがすごく大きくて、でちょっと想像してもらいたいのがマインクラフトみたいなゲームっていうのがあった時に、その中でのリアルな資産性っていうのは今までなかったんですけど、もしマイクラの中で作った家がブロックチェーン上で唯一1個しかないっていうのが担保されると、あじゃあね誰々さんが作った家欲しいとか、とか誰々さんが作った家具が欲しいみたいな感じになって、データが要するにユニーク1個になるから価値を持つみたいな、これがやっぱすごく大きいのと、あともう一個やってて凄まじく面白いのが、マイクリのそのゲームのユーザーが全員めっちゃポジティブなんですね、うん、でもうネット上ね、もう宣伝、彼らが勝手にいろんな宣伝したりミートアップしたり何したりとかって感じとかで、で今まで僕らのゲームバグ出すとボロッカス言われるんですね、うん、でストア行って位置つけられたりとかって感じで、って感じなんですけど、もうね誰一人悪いこと言わなくて、みんなね頑張れとかって。なるほど。なんでかっていうと、その初期の今マイクリのユーザーって6000人くらい DAU でなんですけど、これがみんなの努力でめっちゃ成長すると、これが1万人10万人100万人とかってユーザーベースが増えると、おそらく彼らが初期に持っているアセットバリューは上がる。なるほど。からこのね今6000人っていうのが増えれば増えるほど彼らの資産も上がる可能性があるって感じなんで、より積極的に。なんでひょっとするとある意味そのあれですね、イーサリウムがそのコア開発者にストックオプションを渡したみたいな、うん、っていうのであれば、クリプトのゲームでいくとその、ね、ゲームユーザーにそのストックオプション的な、なるほどね、うん、っていうのは結構面白いかなと。参加者がこう自分の資産価値が高まるっていうところで、まあ応援する、そういうまあ市場っていうまあ意味合いですよね、まあ、非常にあの分かりやすいと思います。はい、ありがとうございます。あのちょっとあのいろいろとこれそのブロックチェーンって、そのブロックチェーンの技術を何に使うか、そしてそれでこうビジネスモデルが成り立つかっていう話 と、 まあトークンの話がこう結構2つ大きなものとしてあると思うので、これ2つとも大事なので、できれば両方とも話していきたいと思います。はい、では平野さん。はい、平野です。ブロックチェーンに関しては、上場企業では、日本で一番最初にコミットしたですよね、はい、会社です。当時インフォテリアという社名で、で、去年ですね、ちょっとあの一部上場記念してアステリアという社名に変えましたけども、今でもあのこのブロックチェーンというところに本当あの社運をかけてまして、私自身の一番使っている時間実はブロックチェーンにかけてます。で今あの外でも団体をブロックチェーン推進協会ってのを作ってて、これ270社入ってもらってて、国井さんとこもゲーム部会あの主要メンバーで、増島さんもあのアドバイザーでっていう、まあ、感じでやってまして、僕はあの会社は一番最初に20年前に XML に全てかけるって言って、はい、XML 専業で始めた。でその時に、みんなでやろうぜっていうことで XML コンソーシアム作ったんです。
20年ぶりです。僕は自分でこういう業界団体でみんなでやりたいということで進めていったのは、でこれは非常に重要だってこと以外にもう一個ね、やっぱ時間がかかるってこともあって、ゲームとか仮想通貨って先行してるんだけど、多分今日のテーマにもなる、まだまだ10年とか20年かけてやることがたくさんあるので、これをぜひやっていきたいということをやっている会社です。でアステリアではまあそのなんですか、はい、入り口としてつなぐ会社なので、はい、今、既存のシステムからノンコーディングでブロックチェーンにアクセスできることだとか、あとはまあブロックチェーンを使った投票システムだとか、基本的には、金融以外のところを力を入れているっていう会社です。以上。私もあの半生をブロックチェーンにかけますので入ります。半生を、はい、僕ね、はい、今、はい、半分じゃなくて 30% かけてますけど、株主から結構言われるんですよ。1円にもなってないじゃないかって、まあ1円ぐらいになってるんですけど。わかります。だから会社として結構やりにくい、はい、ところなので、ね、ほとんど9割ぐらい他の子で稼いでいて、個人として反省をかけます、はい、ただ僕はやっぱり株主にも言ってる、多分今回のね、来週の今週末か株主総会でも聞かれるんですけど、いやもう将来絶対これが来るんだということでね、まあ、説明をしようとしてます。ただ一個だけ言うのは、一番下のレイヤーなのでその先を考えるのが大事。 XML で僕らやったんですけど、今 XML 稼いでるわけじゃなくて、その辺のアプリでやってる、こっから先が多分ね、今日のちょっとしたテーマだと思う。ブロックチェーンの結構投資ってインフラのところの投資が多いんですよ。でその上のアプリ、まあ、アプリと呼ぶかどうか分かんないですけれども、そこはまだまだちょっともやっとしていて、なんか儲かる感じがまだしてないので、投資がほとんどイーサとかそういうところをこうなんか簡単にしましょうとか送金しましょうとか、そういうところに集まってるのがまだ現状なんですね。でも平野さんの言葉で私がすごく好きなのは、まあ他でも言われてることなんですけれども、インターネットは情報を流通させた、ブロックチェーンは価値を流通させるということなんですね。で、クリムさんのお話ちょっと補足すると、補足してください、はい、情報流通を革新する、革新するということでございます。させるのがあったんですけどね、ということでございます。だから価値の流通も革新する、はいはい、クリムさんの話でもあったと思いますけど、じゃあゲームの中のこの家、これが資産になるっていうのは今までなかったし、他のにもキティちゃんがね、すごい値段でこうなんとかキティが売れたみたいな話もあるんですけど、一般的ないわゆるそのリアルな資産というのもこれからブロックチェーンで価値が高まるというふうに、私は思ってます。私の言うことはすみません、私もあんまり喋らないので、では増島さん、はい。はい、松島でございます。僕は一応法律屋さんなんですけど、かなりのレピュテーションをここにかけておりまして、いやもう相当あれですね、仮想通貨ブロックチェーンでは相当レピュテーションを消費しました。でもですね、最後はこれ来るはずなので、ほら来たじゃんって言いたいという一心で、まだ一応やっているという、こういう状態になってます。ただなんて言うんでしょうね、そのただの情報じゃなくて価値のところを触るので、必ず政治と金融の問題が出てくる。でこれは結局制度の問題を相当やらなきゃいけないっていうか、その価値を本当にそのブロック制度の力をアンロックするためには相当やらなきゃいけない制度の部分があるというのはもう身に染みて分かっているので、ここをこうどういうふうにこう動かしていくのかっていうのがまさに課題で、ここに今半生つぎ込むってやつを、はい、やっていこうということで動いてます、はい。その制度の問題と関わるっていう話なんですけれども、確かに今までの仮想通貨、まあ、ユーティリティトークン発行します、で実はそれはユーティリティじゃないじゃないと、ゲームだと分かりやすいんですけれども、結局有用性のあるなんかそのユーザーが使えるトークンだったらいいんですけど、そうじゃない、結局交換所ができたのでもうこうなんか IPO と同じように、上場をして、で流動性なんか全くないのに、いわゆる投機商品になってしまったっていうのがちょっと歪んだ歴史を作ったというふうに思っているんですね。で
そこの道筋がいわゆるもう少し軌道修正されるっていう話と、本当にブロックチェーンを技術として使って、ビジネスモデルを成り立たせるっていう話は若干ちょっと私はまだこうなんか違う、その両方と思ったと本当に思っていて、という意味では先生のおっしゃるその規制当局が絡んでくるのはこっちだけの話ですか？あのですね、多分ですね、今のいろんなシステムのやつって必ずアドミンがいてですね、でこのアドミンが基本管理していることを前提にいろんなルールができちゃってるんですよ、はい、でそれがそうじゃないですっていうものになった時に、これは結局じゃあ誰がやってんですかっていうと、なんかよく分かんなくてみんなでやってんですっていう話になるので、責任が分散をされるんですね。でその結局責任のこの中央点を押さえて行をかけたり行法をかけたりとか、いろいろこうサンクションをかけたりいろいろやってたわけですけど、ここは誰だかよく分かりませんみたいな話になることを前提にしたルールには あらゆる分野がなってないっていう話がありまして、これは金融に多分限ってないんだというふうに思っております。なのでここを変えていく必要がいろんな分野である。ただそのインターネットでできたいわゆるメディアとかなんかコンテンツとかですね、この辺ってあんまり責任ないのであんまないんですよね。なのでこの辺はきっと大丈夫だろうと思うんですけど、それ以外のその業が存在している分野で何かしようと思うと必ずそういう問題が出てくるなというふうに思ってました。先日ニューヨークでブロックチェーンの一番大きいカンファレンスでコンセンサスっていうのがあるんですけれども、あそこで出てきたプレイヤーは実はアメリカはですね、ものすごいファイナンス系が出てきていて、もうファイナンス系の大きいゴールドマンやらなんやらかんやらっていうのがこうなんか我も我もっていう感じでファイナンスから来るっていう話と、日本では結構そんな感じはまだまだなくてですね、どこから来るんだろうというので、はい、どなたか、はい、日本も別にファイナンスに関して言うとフィンテックっていう切り口で、別にメガがブロックチェーンに目をつけたのは別に遅くはない、早い、どっちかというと赤いとことか2014年ぐらいから、ね、また進んでますよ ねやったりしてるんですが、要は実装が多分遅いと僕らは見てるんです。要は今のシステムを置き換えるようなところが遅い。だからさっき言ったブロックチェーン推進協会は金融以外のところに力入れてる、まあうちもそうですけどね、金融以外だとトレーサビリティだとか、あとはゲームもそうですし、あとはスマートシティだとか、さっきの多分そういうところに関係あるところ、こっちは今までない仕組みをどんどん作っていくっていうところで早いですよ。ただ金融はやっぱり一丁目一番地なので、まあ、一部やったふりをしながら一生懸命金融庁の外圧も使いながら国際競争力を高めていくってのはもうこれは間違いない流れで、もう本当時間の問題だと。金融庁は味方ですか？元々というか根っこはそうだと、味方っていうかなんかね、推進をしたいのは間違いない。これなぜならば日本の金融業界の国際競争力を上げたいというのは元々フィンテックの流れであって、それのツールの一つとしてブロックチェーンがあって、それやったんだけどちょっとその仮想通貨いろいろあったんで、なんかちょっと消費者保護にね行っちゃっていて、それをちゃんとしなきゃっていうのが今ですよね。でもそこのいろんな事件も含めて、まあ、先行しているっていう言い方もできて、で金融庁よりもやっぱ問題は日本の金融のシステムっていうのはもうブロックチェーンどころかほとんどまだ手作りだったっていう、こういったとこ。まあ、元々 そのいわゆるアメリカの投資銀行系ともう日本の、まあ、銀行証券の、まあ、システム自体がもう向こうはもう、こういろんな金融商品作るのにもう PhD の学生とか人たちいっぱい集めて、どんどんほぼ IT 企業であるにもかかわらず、日本はそうでなかったっていうところが結構大きいんですかね。めちゃくちゃ大きいと思いますね、うん、とにかくね遅れてんです金融、うん、ね、うち今そのつなぐソフトでアステイワープって7700社入ってるんですけど、うん、金融だけほとんど入ってない、他の産業ほとんど入ってるのに、うん、金融だけほとんど入ってないですよ、うん、もう全部手作りでやっぱり自分たちのこの
手の届くところの今までのやり方絶対変えないみたいな、そういうのインプリするから全部手作りになって、うん、ね、某いくつかの会社が牛耳ってるっていう。なるほど、ちょっと流れがとりあえずまず最初の例えばICO とかその金融とか、あと、まあ、おそらく STO が変わるか変わらないかっていうちょっと話になってるので、そこのところでこっちの流れの方で、その規制を含めてですね、このいわゆる資産をデジタル化するだとか、というところでこうなんか伸びしろというか、どんな方向になっていくかっていうご意見をオピニオンリーダーの、はい、結構そのブロックチェーン業界のとこ行って思ったのが、みんな論点がなんかごちゃごちゃしててって感じで、技術の話なのか理念の話なのか何の話って感じで、で一番最初のブロックチェーンのユースケースがビットコインで始まったから、まずは金融みたいなっていうとこから始まってきて、でディセントライズとでも金融って関係ない話だと思ってて、で今金融の方は特にこの数日間というか、この 1,2 ヶ月で結構大きな動きが3つ出てきてて、一つはそのパブリック型の ICO でかなり大きくちゃんとやってたキックってところが SEC とガチの訴訟大会になってくるっていうのが今っていうのがこの一つ でこれでちゃんとやってたパブリックの ICO っていうのが法規制的にどうなのかって感じの、まずは訴訟がここから戦われるって感じで、まあ、ここのねクラウドファンディングで今6億円くらい集まってて、みんなもう全面的に SEC と戦えみたいな感じっていうのがあってこれ本当にどっちに転ぶかまだ分かんないっていうのが一つと、で二つ目がバイナンスが真面目になった。で結局そのバイナンス完全に今までオラオラみたいな、俺たちはディセントライズだって感じやったけど、 IP レベルでアメリカとか日本とかそういうとこを弾いた、うん、でここっていうのは今まではね、営業はしない、日本語も作んないけど勝手にアクセスするのは仕方がないでしょうっていうのから、うん、IP レベルで弾いて日本もアメリカもちゃんとライセンスを取りに始めた、うん、だここは規制当局と向かい合おうとした、うん、であと3つ目は今 Facebook のリブラがね、はい、多分来週の火曜日とかって感じで言われてるんですけど、はい、始まってきて、要するに Facebook が中心であるコンソーシアム型の、ステーブルコインって感じで、うん、でここのリブラの構想は面白くて、今のところ一番最初にノードで入るところが30社、うん、で最終的には100社くらいで、それが1社ずつ、どういう会社が入ってるんですか？今の時点でもう言ってるのがビザ、マスター、ペーパル、ストライプ、eBay、ウーバー、リフトって感じで、でここに当然フェイスブックのメッセンジャーみたいな感じっていうのが加わってきての、そういうのがここで始めてきてるって感じで、でここっていうのは言うて今までよりかはマシで、ね、そのテザーとかあの辺って言うてね、一社が本当に供託してるか分かんない感じのステーブルコインっていうのが、フェイスブックの場合はね、各社がみんな10億ずつ出して、うん、最終的に100社集まったら1000億の供託金っていうのがあった上でのステーブルコインって形 で、うん、でこのノード自体のところは100社がみんなで見るみたいな感じで、 Facebook もその中の一つみたいな感じなんで、うん、なんでここはで、まあね、こうなってくると普通に WhatsApp とかのこれが全部ウォレットになるわけですからね、うん、で特に WhatsApp とかって言ったら世界中のね15億人とかが使ってて、でその中でこの Facebook のステーブルコインっていうのが流通してくるみたいな、うん、でもう一個多分ほぼほぼこれも噂で出まくってて多分そうなるかなっていうのが、 Facebook がコインベース買収すると思うんですね。なるほど。っていう風になってくると、普通にフィアットトゥクリプトのところ、ステーブルリブラのところっていうのは各国ごとの規制に合わせた形で KYC した感じで、まずはリブラに変えて、でそのリブラっていうのがメッセンジャー上、WhatsApp だったりとかそのメッセンジャーとか上でこう普通に送金されたりとかして、最終的にリアルな決済でやる場所っていうのはビザネットワークだったりペイパルだったりを使うみたいなって感じで、なんでまあ今までのウェイウェイみたいな形のそのパブリック ICO で一番真面目にやってたキックと SEC の訴訟、ここがどうなるかっていうのが一つ大きなポイントで、二つ目はウェイウェイで言ってた頂点にあったバイナンスがそのね、日本アメリカって感じのところは弾いてちゃんと規制当局と向かい合おうとしてきたっていうのと、あと満を持してこの辺の全ての問題を解決したフェイスブックが、ね、うん、いよいよ2020年のワンクォーター Q1 に出してくるみたいな、でこれ普通に他の、ね、LINE もやってくるやろうし、今カカオも準備してるし、ね、普通に WeChat もやってくるやろうし、うん、アリペイもやるやろうから、うん、そういった意味で一気にその仮想通貨というかっていうところは一つの形になってくるのかなと。なるほど。じゃあ一方でその、まあ、今までその、こうなんか問題になってきた、まあ、ICO の話だとかで、規制当局 SEC が、まあ、半分ユーティリティトークンじゃないじゃんっていう話で、でダメだよっていう、もうじゃあ STO
にしろよっていう話がアメリカでは結構あるんですけれども、STO の将来はどう思いますか。なんでその Facebook の、ね、ステーブルコインはどう考えてもユーティリティっていうか別に、ね、誰にも販売しなくて供託してそこで使うって形なんで、うんうん、なんでここはまあ最終的にアメリカの中で の, その金融でこれ銀行のあれとか厳しいからそこは多少出ると思うんですけど、それ除くとまあこれ普通にただのユーティリティだよねってなると思うんですね。で結局今までのやっぱ仮想あなんでこれであれですよ、リップルとか含めたライトコインだったりとかなんたらって感じの送金目的だったりなんたらって感じのところは相当しんどくなると思いますよ。ダメになりますよね、って感じの結構苦しくなる部分出ると思って、で STO はまあ僕らのファンドも STO の取引所1個出してるんですけどやっぱほとんど盛り上がってなくて、っていうのも結構大きな理由がやっぱり今金融がジャブジャブ緩和して世界中に金が集まりまくってるから、まともな商品はまともな金融で金が集まる、ってなってくるとわざわざその規制のリスクどうなるかって分かんないリスクまで取ってあげようっていうそのねセキュリティ系の商品ってやっぱりねなんかねなんか良くないというかその質が悪いもんだから。かでも結局 STO って STO でやっても結局その例えばの IPO で上がった会社が流動性なかったらダメじゃんみたいなところがあって、で STO で上げてもいろんな取引所作ったりいろいろ組ませてかなり面倒な作業をしないと流動性って出てこないので、そうすると上げても本当意味がないっていう、なんかその規制に準ずるか準じないかっていうことではなくて、その後のすごく普通の成長過程でどうやってファイナンス回していくかっていうところに来ちゃうので、あのかなり面倒くさいので難しいかなとちょっと思ったりします。ただ今のジャブついたやつが終わって、もっぺんリーマン的な金融ショックみたいな感じっていうのが起こった後は変わると思いますよ。なるほど。ただ今のジャブついた環境だとわざわざ STO なんて使う意味がなさすぎるから今はしんどい。なるほどね。ではあのアプリケーションの方に、実際のビジネスの方にちょっと行きたいと思いますけれども、ビジネス何で儲けるか、はい、あの技術を使って何で儲けるかっていうところにちょっと話を持っていきたいと思います。はい、多分今のようなあの国光さんのようなお話が皆さん聞きたいんじゃないかと思ってですね、ちょっと割とあの技術で何儲けるかっていうのを聞きたいと思います。間違いじゃないかなと思ってるんですが、はい、実際に自分たちがどうやって儲けるかっていうことで考えるとですね、世界のそのコインとかがどうなるかっていうのも関心はあると思うんですけれども、ブロックチェーンをどう使うかっていうのはリアルなビジネスにすごく重要なことだと思ってるんですね。で私とか電力取引とか言ってますので全く関係なさそうに見えるんですが、実は電力取引っていうのは実は金融です。というのはですね、皆さん電気使っちゃってもですね、電気を先に買うって予約しなければ使えないかと、電気が止まるかってそんなことはないんですね。電気は来ちゃうんです。でメーターでちゃんと記録されちゃうんですね。じゃあこの電気を誰から買ったことにしてたのかと、これは今まで東京電力さんとかってもう決まったその地域の電力会社って決まってたんですが、これからは自由なところから買えるんですね。で買い忘れちゃうとですね、これはペナルティーがかかるようになるんです。だから誰かと予約しなきゃいけないと。で中にはですね、役所の方でも面白い方はどっかの、AKB のタレントさんとかですね、そこのお家と契約してるとかですね、そういうことで価値を上げるというようなことも出始めています。でそれをですね証明するっていうのが非常に難しくて、今までは僕らもその手立てがなかった。ところが先ほどお話があったようにコピーができないと、唯一これだと、しかも我々電気はですね、30分単位で終わりになっちゃうんですね。次の30分は誰から買ってるか、次は誰から買ってるかってもうどんどん目まぐるしく変わっていく。それを証明することができちゃうっていうのがブロックチェーンの技術です。で、そうは言っても電力なんてちょっとハードルが高いと皆さん思うと思うんですが、次に出てくるのがその環境価値で、これがですね、RE100 って皆さん聞いたことあるかどうか、ありませんよね多分ね。 RE100 企業っていうのは世界の中のミシュラン企業と言われていて、アップルとかグーグルとかフェイスブックとかもうみんな RE100 宣言をしています。2030年2040年2050年に RE 要するに再エネ率を何パーセントにするかというのです。再生エネルギーのね、はい、再生可能エネルギー、はい、リニューアブルエナジーですね、はい、それの宣言をしていまして、アップルはですねソニーに何か注文するときにソニーのその製品は RE100に準拠してないと買わないっていうんですね。だから私たちがこういうことを始める2年ちょっと前ぐらいの時は、日本では RE100
を宣言した企業はリコーしかいなかった。なるほど。今20社ぐらいいるんですね。そういうなんか目に見えない価値をですね、根付けして買うっていうのが電力と同じような形で出てきます。他にもですね、誰から買ったのかわからないということを証明するっていう手立てとしてブロックチェーンはもうこれに勝るものはないと思いますので、皆さんの事業の中でですね、誰かと誰かの売買行為を紐づけるっていう意味では、ブロックチェーンを考えられたらいいんじゃないかなと。売買行為がすごい複雑なのって結構あると思うんですよ。例えば私の関連している中でも保険会社さん、リスク管理に使えると言われていて、そのリスク管理というのは例えば保険会社って再保険とか買ってるわけですよね。で、再保険って実はものすごい複雑な仕組みなんですよ。で、そのしかも再保険会社が過去にどんなことをしているかとか、例えば結構訴訟が多いとかね、払わないとか、というものも全部そこの生態系の中にまとめられれば、割とトランザクションというかそのリスクのジャジメントがしやすくなるというようなことも実はあって、ですからその事業の中でもそんな複雑なものがこうシーンの後ろにあり得るようなものにはちょっと使えるんじゃないかというふうに思っています。広野さん、ビジネス的にこの先ほどのインフラからその上のアプリって話だったんですけど、はい、アプリとしてどんなものがあり得るか。どんなものがあり得るかの前にちょっと考え方として、うちがどうやってるか、うちは3つ方向性があってですね、一つは、単純に、ツールとして XML ブロックチェーンメリットを生かす、これは各製品にブロックチェーン、さっきのログ取ったりいろいろ使う。で、もう一つはでも使うってのはそんなにその儲かるってところのポテンシャルは少ないんで、リクエストにお答えして喋るとですね、あんま言ってないんですが、未法の領域を攻めるんです。松島さんがよく言ってる、まだ法律になっていない未法である領域を攻めるですね。これ、実は上場企業なんでやりにくいんで、実はやり方として今日経営者が多いんでちょっとだけ言います。実は本体でやらない、子会社でやる、いざとなった時に最悪の場合は切れる、はい、なるほど、こういう構造で、でももちろん未法って言っても触れてるわけではなくて、違法じゃないですよ。違法と未法大違いなんでまだ法律が定められていないところ、ここがね、やっぱ日本でなかなかできないところ。ただここはポテンシャルが大きい。みんな出てかないですよ、もう日本の大企業みんな省庁に聞いて、これやっていいですかって聞きながらやりますから。だからここですね。でもごめんなさい、アイディアはごめんなさい、今日、はい、絶対いいと思います。で、3つ目は、ファンドです。うちも実はテキサスに、ブロックチェーンを含めて4つの D っていう領域に投資するファンド2200万ドルで第1号作りましたけど、これどんどん増やしてブロックチェーンのところは僕自身が一番肩入れしてるんで、結果的には多分かなり多い部分がブロックチェーンに投資して、その中でもやっぱり見本の部分、ブロックチェーンそのものには投資しないことにしてます。でその上のミドルです。僕らやっぱりミドルのところが強いんで、そこに投資をして、アプリが見えてくるかなと。本当ブロックチェーンってね、まだ上が本当まだ少ないんで、もう少し具体的にアプリどこ、見本どこみたいなのが考え方の中できっとあると思うので、うちらは得意領域がやっぱり企業なので、企業がいかにこの価値の移動だとかデリバリーをするようなところです。だから C のところじゃない、うちのケースですよ、どこが儲かるってプレディクトではなくて、うちはそういうところに、フォーカスをしている。見本といえば先生がまとめてくださいます。今日その世界で勝つためのというのがついているので、申し上げるとですね、その領域の話もさることながらどこでやるのかっていうのがすごく大事なんですと。要するに法律のあり方がいろんなところで全部違うので、やりたいことがあってそれがどこでであればできるのかっていうのを探して、そこでちゃんとやりましょうよっていう話、こう日本でできれば一番いいんですけれども、ちょっとこだわっていると、その僕ら今グローバルにやっているそのブロックチェーンプロジェクトかなりたくさん支援をしていて、なんとか彼ら日本に入れたいと思ってやってるんですけど、結構苦戦してるんでね。世界ではどんどん伸びていくんですけど、日本入れねえとか言ってですね、なってるみたいな状態になってますと。あと日本で結構いけてるのが少しずつ出てきてますけれど、やっぱりうまく世界の
他のジュリスディクションを上手に使っている人たちが伸びてきていて、大体どんな感じでやるとこう一応こう妨げにならずにこのブロックチェーンのエコノミーを作っていけるかみたいなパターン化されつつあるみたいな、こんな感じなんですね。なのでグローバルにやりましょうみたいなテーマとブロックチェーンは非常に近しくて、特に日本の企業の人たちがやりましょうと言った時にその、ね、日本でやるっていうのは前提にしてはいけないというか、日本のマーケットは使うのはいいし、日本でテックの方のブロックチェーンをこう展開するっていうのはぜひやったらいいよというふうに思うんですけど、その規制のめんどくさいところ、トークンが出てきたりなんとかが出てきたりみたいなところをうまくこの海外に散らしながら、日本もそのうち追いつくので、その前にこうどういうふうにこのグローバルにこう石を置いていくかみたいな、こういう戦略結構大事で、各国の多分中国の人はね大変ですから、彼らね厳しいですけど、でもそれでもみんな果敢にですね世界展開をしながらこうやってますんで、なんかそういう戦いをしていかないといけないぞみたいな気がします。なんか世界展開そもそも難しいのに、じゃあこのなんかその法律の網をくぐって的な展開ってかなり難しいと。いいですか、はい、どうぞ。今日朝一でやっぱりそのデイワンからグローバルみたいな話でねちょっとあったんですけど、やっぱことブロックチェーンに関して言うと、今の話を踏まえると日本以外からやるってのはねかなり有効な作戦じゃないか。日本から始めない、どこから、まあ僕自分であったらどこからかっていうとシンガポールかスイスです。はい、で今もう始めちゃってんでできないですよ。もし今僕がブロックチェーン関係の企業作ったら、まずはシンガポール、地の利がある、これは自分の地の利があるっていうことですけども、あとはやっぱ早いですよね、政府の動きがすがましく早いんで、なんか可能性もあるし人材もいるしみたいなことあって、日本企業って今日テーマなんだけども、その定義がもし日本人でよければ日本で始めない方がいいんじゃないのっていうのもこのテーマではすごくあり得る、ブロックチェーンの人にどこが本社ですかっていうと飛行機の上ですっていう人がかなり 100% なんですけれども、ただ僕は日本でいいと思いますよ。っていうのも、多分そのいろいろ見てて、今ブロックチェーンのところの仮想通貨が多分企業家的にいくと第3世代に入ってるんですね。第一世代っていうのはビテリックとかサトシ・ナカモトみたいな割とこうハッカー寄りなビジョナリーみたいな感じの人たちが始めて、その次は投機的な感じだったりとか、ほとんどコピペだ。もうこのね第二世代っていうのはビットコインのコピペか、だいたいイーサリウムのコピペしかない感じのこの辺の連中みたいな感じが来て、今ピカピカな経歴を持ったよりシリアルアントラプレーナーだったりとかなんたらっていうのがガシガシこう来てるみたいな感じなんですけど、結局ただまだ今幅利かしてるのはこの第二世代って感じの、なんで今トップね50くらいのトークン見てもほとんどコピペって感じの、やっぱこういう感じだと思うんですね。なんで今ここからはやっぱまともな起業家たちがガチでやったところっていうのが強くなってくるっていうのがまず第一点と、第二点目は今まではその言ったら決済だったりとか送金としてのブロックチェーンだったと思うんですね。ただここの領域はもう勝負あったと思って、普通に考えてリブラ使った方がもうね全部のフェイスブックのメッセンジャーだったりとかワッツアップのところに送れるし、その話聞くともうね本当ちょっと勝てないっていう感じが反対にでね、そうで大規模間のこの送金だったら JP モルガンコインとか使ったらいいわけだし、でどっちかというとこのリブラの上のところにメルカリとかもね他もみんな乗ってって、でそこでこう使うところのこれが次世代のビザネットワークとかになってくるだけの話だから、だからこの通貨としての今までって第二世代の人がやってきたのって結局は通貨としてのブロックチェーンだからコピペでよかった、技術開発は大していらなかったって感じのところって感じなんですけど、ここはもうどう見ても勝負あったから、で行くと次はそれ以外の用途でのブロックチェーンで肝心ところのやっぱここの技術開発だったりとかここのどういうサービス設計するかの戦いって感じになってくると思うんで、でいくとやっぱ本当に強いチームっていうのをどこで作れるかで、本当に強いチームっていうのを果たしてシンガポールのスタートアップが世界を普通のねサービス作っていけますかと、でねヨーロッパとか東欧の方がいけるかって感じでやっぱ思うから、僕は日本の会社だったとすると僕やったらやっぱ日本まずアメリカに投資するか、もしくは日本でチームを作って中国で作る、
やっぱね向こうのやっぱ開発隊とか多いし、うん、この辺が結構なんで、うん、割とまあ日本で会社作った上で、うん、で、中国の北京だったり上海だったりとか彼ら自分らでやっぱ展開難しいから彼らの開発力使ってやっていくみたいな、これが多分日本的な価値パターン、あとアメリカに投資するかシリコンバレーにがいいと思いますね、うん、やっぱりあのアメリカとかこうかなりモデルが出てきてる感じですか？いっぱいありますよ、はい、そのあとなんでざくっともう一個のそのブロックチェーンのところの大きいのがよく言うそのトラストレスで自律的に動くディーセントライズのネットワークってこれで何が実現できるかっていうとシンプルでGAFAの中抜きができるんですね、うん、でインターネットビジネスって、まあ、突き詰めると中抜きをしてきただけなんですね。要するに売る人買う人発信する人受ける人がいたら、うん、この間っていらないよねみたいな、うん、でこの間を中抜きするのをディスラプトって言ってきたんですね。でそれが今ググッときて最後ディスラプトのポジションいるのがプラットフォーマーなんですね、うん、でメルカリとかがテンパー取ったりウーバーとかっていうのがね手数料取ってるけど売る人買う人がいたらでね乗りたい人送る人がいたらここっていらなくねみたいな、で彼らが提供してるっていうのはただトラストの部分だけなんで、なんでここのところをブロックチェーンを使っていけばいよいよ GAFA をディスラプトできるんじゃないかっていうのがもう一方の大きな中ビジネスの流れになってくるんじゃないかなって思ってますね、はい、そういうの多いですよ今めちゃくちゃ。なんでシンプルにどうやったら Uber をディスラプトできる、どうやったらこうメルカリを、どうやったらメッセンジャーを、どうやったら AWS を、どうやったら Google をみたいな、そういう考え方が一つブロックチェーンのビジネス、一応独演会のようになってますので安倍さんお願いします。はい、今のようにですねブロックチェーンの最先端のものを作っていくような方々も必要だろうとは思うんですが、リアルなビジネスで儲けていこうと思うとブロックチェーンはただの手段なんですね、うん、それをツールとして使おうと思うともうちょっとレガシーになっちゃった古い世代でも十分だと僕ら思っていて、うん、僕らイーサリアムのプライベートなチェーンを使ってますけども、もうそれだとですね、非常に開発者少なくても、もうコミュニティしっかりしているので、もう十分安定的なものが作れるので、うんうん、次はそれでどうやってビジネスを立ち上げるかということに集中できるんですね。なのでまあ、あんまりこう先端的にいかなくてもいいんじゃないかなっていう気がしています。なるほどね。平野さんいかがですか？僕はまあ、アプリというところで言うと、はい、ぜひぜひ、はい、やっぱねそのブロックチェーンそのものって位置づけインターネットと対比で言うと、うん、TCPIP のあたりなんですよね、うん、だから、うん、この議論って TCPIP でどうやって儲けますかみたいなちょっと僕からすると、うん、感じがあって、はいはい、だからその上のアプリをどうやって作っていくかで、うんうんうん、仮想通貨って非常に分かりやすいアプリでしたと、まあ、一つのアプリですよね、はい、で今僕らが取り組んでいるようなところもトレーサビリティだとかアンティマニピュレーションとかあるんですけども、うん、その領域っていうのは多分立ち上がってきます。これが立ち上がってくるけど、うん、じゃあ誰が勝つかっていうのはもうこれは本当にネットがそうであったように、うん、世代もあるし、うん、分かんないとしか言いようがない、うんうん、ただそのやっぱブロックチェーンで儲けようってのはちょっとね、うん、考えな方がいいんじゃないかって。私がいけないいやいやすごい大事な技術だ、ね、だからすごい極端な言い方します。 TCPIP で儲ける最初はだからカメレオンみたいに TCPIP スタックいくらで売るみたいな。決して私はそこで儲けようと言っておりません、ね、その上のやっぱりアプリだとは、うん、それはまあ総称してね、うん、とりあえずインターネットって言ってたように、ブロックチェーンっていうものがこうあると思っていて、うん、本当にまさにそのアプリがどれかっていうちょっとヒントがねぜひぜひ欲しいんですね。先生はご存知ですか？いや多分ですねなんかそのね、Eメールできましたってすごいですよねって話なんですけれども、別にEメールでは儲けてないという話と、これがでもあったことによって相当いろんな価値を生んでるというふうに思ってますけれども、ブロックチェーンも結構そういう感じなんじゃないですかと。ブロックチェーンが出てきたこれどうやって儲けようかっていうよりは、ここがあることによってそのこのね、周りが結局ね、いろんなものが出てきます。先ほど皆さんが言っても同じですよね。結局電力っていうのがあって、で今までそんなもん価値だとも思ってなかったものがこれが特定できてくるんで、そこにこう価値を見出す人がそれが買えるんですって、これすごくないですかって言ってるのと全く同じような話で、ね、多分アイテムの話も同じだと思うんですけれど、そうするとそれ自身でどうかというよりは、うんうん、それができることによって実は今は価値がないとか、もしくは価値がそこにある区別できなかったんだけど、これでできるようになったから、うん、そこにみんな価値を見出すみたいな話がいっぱい起こってくるはずだというふうには信じてるんですけどね、うん、はい、
こう皆さんどう思われたか分かりませんけど、かなり議論は割とまとまってきたというふうに思っていてですね、本当は実はヒントがあるのにまだ出してない登壇者の方はいっぱいいらっしゃると思いますが、ここら辺で全体討議に入りたいと思います。で皆さんのご質問を受けて、でこの話をもう少し、ちょっと具体化していきたいなというふうに、個人的には思っているんですけれども、ここからちょっとご質問を、皆さんから受けたいと思います。はい、よろしくね。はい。ありがとうございます。まさにテクノロジーをどういうアプリケーションに変えてビジネスに変えるかっていうところで言うと、テクノロジーアプリケーションを考えるとき、そのテクノロジーでしか出せない機能価値ってなんだっていう抽象化して考えて、じゃあどこに応用しようかって考えると、その応用先見えそうな気がするんですけど、もうブロックチェーンならではの他の代替がない、ここはクリティカルな機能だみたいなので言うと、それぞれなんかここは押したいとかっていただけると、なんかアプリケーション考えるときのヒントになるのかなって。もう大きく3つだと思いますよ。一つはやっぱトラストレスで自律的に動くディセントライズなネットワークっていうのと、もう一個やっぱデジタルアセットっていうのがコピーできないからユニークになって資産性を持つって感じで、まあここと紐づくけど、これらを絡めた形での新しいインセンティブ設計なんで、イーサリウムっていうのは要するにオープンソースの初期のコミッターたちにストックオプション、トークンって名のストックオプションみたいなのを配った。でゲームのところっていうのも同じく自分のゲームユーザーっていうのにアセットっていう名のインセンティブ配ったみたいなとか、まあこういう感じのその新しい形のインセンティブ設計っていう、この3つが多分そのブロックチェーンならではって感じで僕は注目していってますね。はい。はい、被るんですけど、やはりコピーできないと、私ずっとソフトウェアのありありにしているっていう意味では一番大きくって、まあ、言い換えると希少性で、それからやはりその分散というか非中央集権ですね、ディーセントラライズド、これはやはり今までと違う形でできるのと、まあ、これも被るんですけど、その信頼をですね、信頼性というところで、これトレーサビリティを含めた追跡性を含めた信頼性、この3つを、形にしていきたいと考えています。はい、じゃあ安倍さんから。はい、まあ、私電力やってるんで、やっぱり電力って特殊なマーケットなんですね。30分ずつ消えて去ってていくようなマーケットで売買をするって、でも日本だけでですね、約20兆円の電気料金の売り上げっていうのが年間あります。でさらに出てくるのはですね、やっぱりCO2 削減価値という太陽光とかそういうリニアブルエナジーっていう価値が世界的な動きになってきて、もう世界中でそれを実現していこうっていうのを民間ベースで始めてるんですね。これは今やってる団体はローカリティというか日本の中でやり取りしなさいということで輸入できないんです、 CO2 削減価値をですね。だけどグローバルな取り組みなんだから輸入できるようになるのが当たり前じゃないかというふうに我々は思っています。なぜ今できないかというと、ちゃんとトレースできないんですね。他の国でやりましたって書類出して認証機関が反抗せば、他の国から CO2 削減価値1500万トンとかって言ってすごいお金払ってやったことにしちゃうっていう、そういう仕組みなんです現在は。ところがブロックチェーンが入ってくるとですね、そこにこういう装置が設置されてですね、それでちゃんとトレースできるということになるとですね、これはもう世界規模でその取引が行われる、お金と同じになる可能性があるというようなイメージを持っていてですね、そこまで行くのにどのくらいかかるか分かりませんが、ブロックチェーンというのはすごい価値を生み出すだろうと思っています。はい、増島先生。結局そのメルカリもそうだと思うんですけど、まあ、インターネットのビジネスしますっていうのはマーケットを作るっていうことなんでしょうということですよね。でマーケットを作ってマッチングさせますといって、そこにトランザクションを生むということをするわけですけれども、そこでトランザクションをしてもらうためには一定程度のトラストがないとそもそもダメなの でそれを獲得するためにみんなすんごい大量に、まあ、お金を使ってマーケットを信頼してもらう。で今まではきっとそれがそのメルカリ信頼してくださいっていう、まあ、こういう形で大量にマーケティングコストいろんなものをこう使ってそれをこう作ってきましたということで、
ですねと。で、多分そのトラストの作り方はテクノロジーとガバナンスで作るんですって僕たちはまあ思っているわけですけれども、これのバランスが少しなんだろう、このガバナンスではなくってこのテクノロジーの方に少しこう寄せていってもこう作れるようになっていくということになっていくと、もうちょっとそのなんていうんですか、その大資本とかではなくてもそのトラストってもうちょっと作れるようになってきますよねっていう話がいっぱい起こりますねと。そうすると小さなマーケットみたいなのがもっといっぱい作れるようになっていって、でそこにこう価値を持つ人たちっていうのが、まあ、出てくるはずなんじゃないですかって、なんかこの辺が一番抽象的な議論としてはまともな議論かなというふうに思ってます。いいですか、はい、いいです。まあ、技術いろいろ話しましたけども、はい、やっぱりこういう技術の話をすると、じゃあ他の技術じゃできないんですかって話が必ず出てくるんですよ。それはありますね。それブロックチェーンなのって突っ込みたい、ね、ところはもう山ほどあります。まあ他もできるわけです、はい、これって僕がやってきた XML とかもそうで、 XML でしかできないことって何みたいな、他でもできるじゃんみたいな。でインターネットだって同じで、当時ね NGN の方がずっといいぜみたいな話であって、だから技術だけではやっぱりこれだけ優れてるからって言ってやっぱりいかない。でそういう真島さんのおっしゃったガバナンスだとか民主的な進め方だとか、やっぱ世の中に受け入れられるってことが実は技術以上に大事、その種は必要ですけどねと思います。はい、では他にご質問いかがでしょうか。すでにブロックチェーンビジネスをやっているとか、はい、東さん、沖縄で観光事業をやっている東と申します。まあ、それはちょっと置いといて、沖縄 e スポーツ連盟の会長をやってるんですけど、沖縄でも毎週末のように e スポーツとかがやってます。それで e スポーツってやっぱりメーカーの許諾とかいろんなのが非常に複雑で、ジャスラック的ないわゆる存在もないですし、今話聞いてるとトレースもできて、そして大会とメーカーをつなぐとか、または参加してる人をつないで海外から来た人にも賞金を合法的な範囲でこうして配るとか、そういったのにもしかしたら、ブロックチェーンがすごく向いてるのかなと思ったんですけど、何か e スポーツとブロックチェーンということで、アドバイスをいただけないでしょうか。でも多分もう許諾のやつはもう今もう大きな流れでいくと、やっぱねみんなが見て楽しむゲームっていうのはあれなんで、なんでもうどのゲーム使っても絶対どこの会社も訴えないんで、ただね一個にいいよとかって言っちゃうとなんかこういろんな使い方にも使われるって感じなんで、なんでもう基本はほっといても各ゲーム会社は全部許諾するんで、そこはご心配なさらなくてもいいのかなと。であとやっぱその賞金の方も別に今の法制度上でも出せるんで、大体の賞金なんで、まあそんなにその何でそこを突き詰めていくと唯一できないことったらギャンブルみたいな脱法って感じになっちゃうんで、なんでそこは多分ブロックチェーン絡める必要はないんじゃないかなっていうふうに思いますね。e スポーツは私の知ってるところでいくと、例えば選手に声援を送るとかですね、そこトークンが発行するとか、というのはもうやってる、まあ、会社があってですね、そういうのは各、まあ、今スポーツって結構すごく日本いろんなこうスポーツが出てきて幅広ですから、それ全てに使えるとは思います。はい、はい、その他いかがでしょうか。はい、遠藤さん。ビービットの遠藤と申します。素晴らしいお話ありがとうございます。で、まあ、ブロックチェーン技術は技術に過ぎないよねっておっしゃられてると思うんですけれども、より使っていく上でなんかボトルネックになっているもの、例えば開発者をやっぱり確保するの大変だよねとか、例えば中央集権型のそのシステムに比べて電力がいっぱいかかるからやっぱり運用コストかかるよねとか、分かんないですけど、なんかそのブロッキングイシューみたいなのがあれば教えていただければなと思いました。はい、はい、安倍さんどうぞお願いします。今電力がかかるっていう話、多分ビットコイン のマイニングの話、皆さんそこでですね、僕もすごくコミュニケーション のコストがかかるんですけど、いろんな方法があってですね、どうやってプルーフを作っていくかっていうやり方なんですね。で僕らがやってるのはもう本当レガシーなタイプなんですけども、要するに多数決原理ですね。参加者が過半数の人がこれが正しいトランザクションだって認めたらそれを正しいとするっていう、まあ、プルーフ・オブ・オーソリティとかっていうような仕組みがあるんですけど、要するに我々ある意味パブリックではなく
プライベートな会員同士の電力取引みたいなことをやっているので、その間で過半数でOK というようなメカニズムを使えば、わりかし簡単にですね、ブロックチェーンの部分はそんなにコストかからずに作れるっていうのが印象です。それ以外のその会員にしていく、今まで電気買ってる人が別な人に切り替えるとかですね、お国にですねこれだけ使いますって報告をするとか、そういうとこが大変なんですね。だからいろんな事業に簡単に使えるんじゃないかと思いますけど、開発者の方もそれほど大変ではないという私の理解ですけれども、例えば AI の開発はすごく高いんですけど、ブロックチェーンの技術って私が言うのもなんですけれども、そんなことないですか。失礼しました。じゃあ開発者の平野さん、ブロックチェーンってやっぱり新しい領域で、いろいろその経営者だけじゃなくて開発者もいろんなアイデアとかがね必要なんですね。そうなると実は国内のエンジニアってそんなことをしてきた人が少ないんで、これは結構ネックになると思います。それで、うちの場合は単純にテストやってるんですけど、結局直近5人とも日本人じゃないっていう採用がですね、そういう結果になったりしていて、採用は去年ちょっとやっぱり下火になったこともあって、で応募は減ってますけれども、ボトルネックですが解決方法はあるんじゃないかと、探せばあるんじゃないかと思います。はい、はい、なんかそのブロッカー、はいはい、ごめんなさい、国道さんが控えるという、じゃあ会場、はい、ビットフライの加納と申します。大変貴重なご意見いただいて本当に感謝しております。日本が、ブロックチェーンってまだマネタイズできていないと思うんですけれども、これをちゃんとこうビジネスにして、産業がどうやったら発展できるのか、でかつ国際競争力が、ついて世界に日本初のブロックチェーン産業できましたみたいな感じにするためにはどうやったらいいのかっていうのをお伺いしたいです。お願いします。結構そのシンプルにほとんどのテクノロジーって利用されていく中で磨かれていくと思うんですね。で今までの PC もインターネットもそうだし、モバイルも VR とかも大体一番最初のユースケースってはっきりしてて、ゲーム、コミュニケーション、エロ、犯罪、賭博、軍事っていうのが多分初期のこの大きなユースケースなんだったんだろうなと思ってて、なんでそれでいくと今のブロックチェーンのところって多分2つのレイヤーに分けて考えた方がよくて、一つはそのベースになるインフラの部分で、今のまだイーサリウムもそうだしコスモスもそうだし動かないんですね。で今明日イーサリウム全部止めようと思ったら6000人くらいの DAU でも止まるって感じぐらいで、ってことはまずここのね、サイドチェーンにしても何にしてもって感じのコアな開発をするところっていうのは凄まじく必要で、で今ね世界中のオープンソースの開発者がここに向かってくるって感じなんで、なんでここは3から5年してくるとこの部分っていうのは解決されてくるだろうっていう。でそのアプリケーションのレイヤーはとはいえここまたなくてもできて、基本そのフィナンシェもそのマイクリプトヒーローってゲームもほぼ全部オフチェーンでやってて、でオンチェーンに書き込むところも全部リアルタイムでやっちゃうと落ちちゃうから、そこも何回かにまとめて1回やるみたいな、なんでこう違えだろうって感じは違えだろうって感じだけど、でも現状でもねそこの毎回書き込むとガスタイムかかるし、そこをね何回かに1回とかにしていけばって感じなんで、なんで本当の意味のディーセントライズドっていうのはベースのテクノロジーの進化が必要で、ここはね今かなり着実に成長してきてるんで3から5年経ってくると見えると。ただ一方上のアプリケーションのところのさっき言ったゲームだったりコミュニケーションだったりなんたらは今の時点でもやりようによっては作れるって形なんで、なんで僕は初期はやっぱりそのゲームだったりコミュニケーションだったりとか、ひょっとしたらエッチなとこだったりとかね、なんかそういう感じのところっていうので伸びてくるんだろうなって思ってますね。欲望ビジネスみたいな感じです。先生ご意見。そうそう、だからみんな意外に気づいてないけど、だってもうゲームであれですよ、売上4億円ぐらいですよ。いや本当必要だと思いますよ。まあまあな金額規模になってそこから始めるっていうのはもう全然ありだと、先生ご意見があると思います。はい、ありがとうございます、はい、テクノロジーニュートラルという言葉がありますと、僕これ非常にブロックチェーンにとって大事だと思うんですけれど、結局先ほども言いましたいろんな制度がそうなってませんと、中央集権前提で制度ができてますと。なのでテクノロジーニュートラルでその果たすべき機能役割なりその性能ですよね、これが満たされるんだったらばどっちだっていいよねっていう前提であらゆるちょっと法制度を全部動かすっていう
っていう活動をちょっとしないと、とても無理だっていう感じがしますと、一個一個ここでつまずいたからここなんとかしましょうじゃなくって、もう分散型の仕組みっていうのをやるっていうふうに、それが入るようにするってまず決めて、でそのためにはどうしたらいいかと、その全産業ですよね、ここでこう横断的に見て全部変えてきますよというふうな話をしなきゃいけなくて、結構大掛かりなんですけれど、ちょっと狩野さんもブロックチェーンにでまた戻ってこられたので、もう一回りちょっとしてですね、ちょっと政府全体をっていうのをやりませんか、疲れますけどね。僕ブロックチェーン産業というものが成り立つのかどうかちょっと懐疑的なんですね。さっき言ったとやっぱすごいローアレイヤーだっていう認識があって、で世界中に広まるものだっていう認識もあって、そうすると当たり前になってくるので、ブロックチェーン産業多分5年ぐらいは僕らもねやってます、ブロックチェーンを推進する人たちが集まってブロックチェーン産業的なものが5年ぐらいはあって、その後は当たり前になっても上のさっきのゲームとか、エロでもいいですけど、そういう個別のとこに行っていくぐらい普及させたい、いや本当産業ってね、こう正しく成長させないと成長しないもんなんですよ。途中で折れちゃう。でここは本当にプレイヤーがもう必死で頑張らないといけないし、こう全体盛り上げないといけないので、ちょっと非常にブロックチェーン のセッションらしく分散して終わってるんですけれども皆さんの中に私はもう抽象的であってもかなりヒントがこう私自身にも来たと思いますので、ぜひ皆さんもこう参加をしていただいて、国見さんがまた喋るって抽象してます。ちょっとだけ、はい、いやちょっとね、本当にこの今回の Facebook の、ね、リベラはとんでもないことになると思ってて、結局今まで国境間を超えた例えばなんかショールームとか、ああいう感じのギフティングって無理やったんですね、決済とか含めてとか、なんか例えばこの人がいいことしたっていうのに対してちょっと少額寄付するのも無理であったって感じが、でさらにみんなウォレット管理とかは無理であった。ただそれが Facebook メッセンジャーに入ってる、で WhatsApp に入ってる、なんだらって感じの20億人とか、で25億人の人らがウォレット管理とかも意識せずにいきなりクリプトのユーザーになって、世界中のところでリブラを使った形のマイクロトランゼクションをしてくるみたいなっていうのが始まってくるんで、なんでね、これは本当にみんながクリプトと意識せずに普通に国際間を超えた形での寄付だったりギフティングっていうのが起こってくるんで、これはね凄まじい波がもう一回来ますよ、はい。国光さん のスピーチでした、はい、皆さんどうもありがとうございました、はい